5月30日のケリヒメスイーツ。火曜日ですので更新ものがありました。チャレンジタワーの7階だけかな、それが追加されたものはあるんですけども、アップデート 7.9.0 になりましたと。競泳王者ドクロール、へえ。クリティカルヒットやオーバークリティカルヒットのダメージを軽減してしまうぞ。だから言ったことか。すぐ本当ね、なんとかの一つ覚えですよね。バカの一つ覚えですね。うん、ここは濁す必要ない。正確に言ってあげないと。だからこういうのがどんどん出てきちゃうからって言ったんだよ。で、ハート持ちと。へえ、へえ。ナイトのステータス。復活貫通。へえ、復活能力がついた敵に攻撃した際、残りの体力を超える合計ダメージを与えると、復活能力で回復した後の体力も減らせるよ。ほうほうほう。ただしナイトの復活貫通は1。回復は2回目以降は合計ダメージが超えていても減らせない。まあ、あれですね、なんか分かりやすいところで言うと、ジャッジメントとかがさ、一瞬の攻撃になっちゃってたから、あれで本来与えてるダメージ分、ね、いくって感じだね。まあそもそも、ね、ゲージ、なんかだろう、攻撃のタイミングがずれてるとはいいんだけども、本来のダメージ分までいかないっていうのがね、おかしいんだよな。プリンセスオーダーの特性が、今まで見えてなかったのか。ランキングで、他のキャラ。パーティーの特性。まあ、見やすくなったってぐらいか。作成本のところで、ソートが追加されて、新しいアイテムで、レベルアップ達成報酬。これはさっきもらった。それでね、レベル400と600のやつとかもらって、今11枚か。あ、これね、そう、裏でちょろっとやってたんだけど、新しい、こう、なんだろう、演出があった。ブレイクリバース。美食家とか使ってたら出た。猛毒なので復活能力で回復した後の体力も減らした場合、ブレイクリバース。うんうん。表示が出るようになったと。なんか出てた。あとは、まあ、ちらほら変わった、直した程度のかな。アンケートに答えると、1枚、プレゼント。じゃあさっき、もう何十分か前だけど、5% で正規を露出するドラえもんがボロンしてたんで、こっち回そうかな。まあ、1個。とりあえず回す。ボロン。これなんだ？アーチャーの普通の武器か。娘メンバー増やしすぎでしょう。反射無効、攻撃ダウン、防御ダウン、高速回転して広範囲の敵をまとめて攻撃。さらにザク、一瞬あれに見えたメリオダスとかのヘルプレイズだっけ、あれにそっくりと思ったけど、ある程度モーション使いましてんでしょ。で、攻撃防御ダウンか、いいね。自分の攻撃力に応じて一撃必殺のダメージを与えることがあるよと。たら、なんだろう、デフォルトの能力が高いかどうかなんだよね。麻痺や即死などの特殊な状態以上が無効。へえ、これでおしまいかな。飛行機のやつ、女の子メンバーの、娘メンバーの、あれくっそ弱かったな。レベル上げても一挙両得、気弾で攻撃、でか、超人のなんかでかい感じ。広範囲攻撃、超人のあれかな、娘メンバーってことで。これで終わりか。
タップスキル回復を行うよ。もういいかい？うん。カシス。すでにさ、女の子メンバーのこの飛行士もいるけど、やっぱあっちは弱いってことかな。あれの上位版なのかな。明らかにミサイルがでかいんだよな。反射受けないよ。うんうん。ちょっと試しにやってみようか。どうせなんかドレスの作成本とかしか当たんないけど。ほらね、期間限定ってのは今後は娘メンバースロットに追加されたりされなかったりとか。でクロールなんちゃらもそうだけども、ちょっとタワーやってみようか。でね、うん、そうだな、レッツゴー、連れてこ。なんて言ったっけ、強戦士じゃなくてサーカス団長。ここは偶属性なんでパワーがよく効くと。で割と広範囲なんで、まずはサーカス団長で一掃で、二つ目反射持ちがいますんで反射向こうのやつがいいですね。でここはえい、強戦士でも打ってあげちゃいましょう。範囲的にはしっかり届く。ドーナツもゲットで、ボス偶属性で、ディン、偶属性で反射持ちで、さらにライフが8は、めんどいねってやつですね。さら美食家でいいダメージを与えつつ、さらに毒ダメージも与えてと。どんどん毒を追加していくぞ。追いポイズン、えい。フレンドも美食家でもよかったけども、2人ぐらいで結構十分だったんで、最後のとこもこれでいっちゃいましょう。おい、ライフがどんどん減ってくよ。いいダメージ、パーだと最初に思い浮かぶのとかがジャッジメントだけど、ジャッジメント反射向こうついてないからね、こっちが死んじゃうんで。美食家とかサーカス団長とかそこら辺が良いかな。そうこうしてるうちに残りライフはゼロ。最後のゲージじゃ、団長が死んだ。よし、じゃあこっちもジャッジメント打って死んじゃおう。相打ち、よくやったわ、褒めてあげるわ。よし、蹴り数も問題なしで、プラチナも素材袋もどっちもエメラルドのオブジェクト、なんだっけ、エメラルドオブジェかゲットしまして、と今210個少ないね。さてもう一つのまだ入っていないスペシャルボス、スペシャルボスなんだ。今すげえお金かかってなかった？36万か。なんかここのセールやってる時に入りたいね。そうなったらじゃあこの激ヒナってやつを使ってみようか。これね、なんだこの娘メンバー強いじゃないかって思うかもしれないけど、助っ人 NPC の攻撃力が高すぎるだけです。そうやって錯覚させておいて、わあ強い欲しいガチャ回そうってね思わせるのがそういう魂胆ですと。ただ数値見りゃわかるからな、こんだけとんでもない攻撃力言ってりゃ強いだろうっていう。助っ人 NPC はある意味なんだろう、反則キャラだからな。反則っていうのはあの販売促進の方ね。いい顔、
脳天からたけ割り、さらに追加攻撃、いいね。デバフ 10% か、すごいですね。属性は特についてない、こいつはオーバークリティカルが効きな辛いんで、普通の攻撃を適当にやっておく。気持ち悪いなこいつ。激ひなかっこいいな。ただいいキャラがどんどん増えたところで、これも何度も言ってるけど、仲間の枠は限られてるんで。すげえ範囲すごいな。ちょっといいかなと思ってきた。デバフもつくし、ホムホムみたいだね。えい、ここはクリティカルダウンついてないんで普通の攻撃を浴びせちゃう。出てきた。だんだんクロールし始めるぞ。娘メンバーはドーナツでのプラス値が通常キャラよりでかいからな。他のキャラにドーナツを取らせるっていうのもあったけども、先にこの攻撃力の高いこいつを出しちゃった方がここは良いでしょう。えい、ザク、ああ取れなかった。強い強い。驚きが大してない、当たり前だっていう。ここら辺からで届くのか。届くね。どんくらいまであんだ画面全体。強戦士のこのノーマルとかグッドって出るあの文字ちょっと大きくなった。当たるからなここでも。だーい、余裕ですね。あ、間違えたんで飛ばしません。ヒナに攻撃させた方が強い。楽勝じゃないか。まあ一つ目だからってこともあるけども、サンズの川を泳いできなと。まあ一つ目なんで美味しいアイテムはゲットできず。ただスペシャルボスのところさ、相変わらず一色たなってるから、ここでね、多分これはここのなんだろうってね、確認しなくちゃいけないっていうね。せっかくアイテム一覧が出てるのにこういうことされると意味がありません。もうちょっと考えましょうてな感じで、今日は更新もの、チャレンジタワーとアップデートとクロールでした。また明日。